桜坂46の森田光が9月30日、千葉、幕張メッセにて開催されたファッション&音楽イベント、楽天ガールズアワード2023オータムウィンター、以下、ガールズアワードに出演した。森田光、ガーリー秋コーデが可愛いグリーンやブラウンを基調とした秋らしいチェック柄衣装に身を包んで登場した森本。セットアップのミニスカートからは美しい足があらわに。ふんわりと巻いた髪にリボンをつけたヘアスタイルや可愛らしい襟付きアイテムで持ち前の美貌を引き立て、美少女オーラを放った。さらに、ランウェイトップでは華麗にウィンクを決め、観客のハートを掴んだ。ガールズアワード、テーマは、美味楽楽。今回の、ガールズアワードは、ファッションビューティー、音楽が集うイベントかける楽しさを表す造語、美味楽楽、美味楽楽、がテーマ。藤田ニコル、みちょぱをはじめ、斉藤飛鳥、ぬくみめるら多数のモデルや俳優、女優たちが最新の秋冬ファッションを披露し、アーティストには乃木坂46、桃色クローバー Z などの出演が発表されている。MC は同イベントへの出演が13回目となる南海キャンディーズの山里亮太と、前回 MC とランウェイで観客を魅了した森かすみの2人が務める。